今日はあのの連休の中しかもあの台風でまだいろいろと交通機関があの不便な中をご来場いただきましてあの本当にありがとうございます。でこの「京都心会議」というのは第4回となってますけども実はあの国際新報を入れますと5回目になります。ででここれまのののテーマっていうのは比較的この 心と歴史性とか心の内と外とか心と共生とかまあどちらかというとあの人文科学的なあの枠組みからあるいはの歴史的なあの視点からああのまあ、検討してきたということが言えると思うんですけども今回はあのアーティフィシャルマインドということであのテクノロジーとか、まあ、先ほどあの もう話が出ましたけども、深層学習とか、あの人工知能とか、そういうことに関係しての心を通っていくというものになっています。で、そのせいか、今回あの聴衆の方の申し込みを見ています。と、あの割と理系のまあ、研究者の方とかも。 あの企業の方とかも来られているようで、まあ後の議論でも、まあ、その辺あたりも考慮してディスカッションできればいいなと思っております。であのこの「こ、ま、こ、あ、心会議」なんですけどここまで進んできて、まあ、今後どう進んでいくかなということも考えてるんですけどやっぱりこの「 自然科学であるとかテクノロジーであるとかあるいはあの医療技術であるとかそういうのが進歩していく中で我々の心ってそれとどう付き合っていったらいいんだろうかとかあるいはあのそれは我々の心自体にどんな影響を与えていくのだろうかとかそういうことをまあもっと考えていく必要があるんじゃないかなというふうに考えております。でまあ その第一歩としてこの今回のシンポジウムということも位置づけることができるかもしれないとまあ考えております。それであのディスカッションの方なんですけどもこのアーティフィシャルマインドというのはこのまあ最近に始まったものではなくてまああのその歴史があるしそれからアートという言葉が入っているようにまあ芸術とも関連してくることです。 でそのあたりも踏まえてあのディスカッサントに美学を専門とするあの吉岡宏教授、コロ研究センターの吉岡宏教授も入っていただいてあの討論できればと思っています。そしてディスカッサントがこう文系にちょっと寄ってしまうので討論者の間でまあ、もう少しあの専門的な議論を盛り上げていただければなというふうに思っております。それではああのまあ 3人の,あのご専門の方からの,あのお話を聞けの、私も非常に楽しみにしておりますので、皆さんもどうかそれをあの楽しんでいただけるように、まあ、希望しておりますどううも本日はありがとうございます。